はい。ジャン君の方がポンちゃんに乗っかってるなんて珍しい。てか下から割り込んだかな？ここに寝ていたジャン君の、ここに潜り込んだかもしそうなのれないかね。な。ということで、多分今日カレンダー 第1作目、完成すると思われます。いろいろ考えたんですけど、同じ体裁で、ジャン君で1年、ポンちゃんで1年、そして、2匹まとまったやつですね。愛に溢れてるやつを1年の3冊、を作ろうかなと思います。使う人はですね、PDF の1月はジャン君、2月は2人、3月はポンちゃんみたいに、こう選んでですね、好きなでのきるね。ように、プリントアウトできるようにね、したらどうかななんて思ったりしています。ということなので、まとめてドーンってではなくて、まずジャン君用のやつを今日、アップできたらいいな。で、表紙を変えて、2人のやつ、ポンちゃんのやつっていうふうに、できたらいいかなと思います。そして、その後に、お子たちのやつね、キトンシッティングタイプのやつですね。それを一つ。それから、イラストを入れてるやつっていうのが年内にできればいいぐらいかな。ちょっと多くないっすかまあ、ね。とりあえず、この3パターンについては1個計算なので、そういうふうにしようと思います。頑張ります。メリークリスマースほほほ。ということで、またもらっちゃった。いただきけまる？した。ちょっと開けようか。開けてみ広げようたか。方がいいかな。あ、これ自分でどうするのかもしれない。紐がメついリーてクる。リスマスがこうつながってるやつ。つなげて使うんだね。はい。これ壁に貼って、クリスマスの時に盛り上げようという感じですそうね。ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。後であ、つけまポンす。ちゃんはそこよ。はい。ありがとう見ございます。えないわ。テンプはここじのゃあ、ポンちゃんベッのドせのまし下。あ、これで余計見えなくなっちゃうよ。はい、じゃあポンちゃんを飾り付けよう。これでね。あ、た。はい。こんなのもついてる。これで通してねってことなんだ。あ、そうだね。はいふーん、はい。なるほど。はい、どうもありがとう。とありいうがこととうござで、います。またこれは別物でございます。猫砂。猫砂。猫砂が入ってました。あまりにくいね、保守な。はい。あ、あまりにくいじゃない、なんだっけ、飛び散りにくい。大玉。ははい。ちょっとうちで使ってるのとタイプが違うので、予備とか、緊急用とか、そんな感じに使わせていただきまちょっとね、うちのが、なんだっけ、砂タイプだから、す。そうだね。紙と混ぜられないからね。別に、はい。トイ綺麗にレなっに流たら。せるというやつですね。はい。前、そういえば使ってたことあったね。紙はね、はじ使あ、ったこそとないね。流せるのはね、おからとか、あう。おー、とそうなんかか。そういうので作ったりすそして、これ噂のやつでそす。の噂のやつ。チュールタワ開けてみよう。ー。はいはい。チュールタワー、でもお店これ、で。このままさ、丸々、与えるの。わかんないんだけ結構量多いよ。ど。なんかでも、写真とかで見たら、なんか、これをこボーンって。う、ボーンって。わへえ。かんない。でも、そうだよね、きっとね。ねえ。プリン的な？うち危ないかな。プリン？普通の量で入っちゃうんでしょ。まあ、ちょっと、少でしもさ、80こグラムだから、これ普通のご飯を食べなければいいのか。何グラムかな？普通のチュール 1ちょっと本何少グしラムずつかあげてみようか。で、食べられるようだったらっていうことにしようかね。ジャン君とポンちゃん半分でも多いかな？ まあね、普段食べてる量からするとかなり多くはそっ見えるね。か。まあ、一度あげてみます。どうもありがとうありごがざいとうございまます。す。よいしょ。はい。さあ、クリスマスに向かっていきますよ。その前に、ジャン君の9周年あります。それ用の動画も作ります。